はい、どうも皆さんこんにちは、こがりです。というわけでですね、本日もメンタルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、皆さんシーズン3でついにですね、僕たちのメンタルブレイクアウト完全に終了します。はい、というのもですね、こちら今ね見えていますでしょうか、DP12 をですね僕持ってるんですけれども、なんかおかしなことに気づきませんか？そうなんですよ、これ見てください。ヴァイオレットエヴァーガーデンが右についていて、左にはですねフラッシュライトついてます。はい、これね、環境終了ってことで、ついにね運営のね頭がおかしくなって、DP がですね超絶強化が入ってしまうんですよ。はい、秘宝軍港マジで終わるってことで、まあ、早速見ていきたいと思うんですが、ちょっと待ってくださいね、散らかってるんで。はい、僕のね、机の上と同じぐらい散らかってるわ。ガンスミス見ていきましょうか。ヒントなんてどうでもいいんですけど、これ見てください。ハンドガード DP12 レギュラースタンダードとレギュラーです。はい、これからはレギュラーの時代です。これにすることによってね、タクティカルパーツが2種類付けられるようになるということで、もう完全終了待ったなし。はい、もうライトとね、ヴァイオレットエヴァーガーデンをつけることができるんで、腰打ち安定させながら近距離目つぶしでもう GG よ。はい、もう終了終わったわ。本当にもうただでさえ強い DP12 がね、もうこれ以上強化されたらおしめいですよってことで、まあ、こんな感じでね、新アタッチメントが追加されます。でさらにはね、DP12LWT っていうのもね、まあ、追加されるんですけれども、まあ、そっちはねより安定度が上がりますんで、これはね、本サーバーに実装された時に、まあ、どちらも紹介していこうかなと思います。まあ、とりあえず、まあ、終わったってこと。多分ねこっちのね R の方がね主流になってくると思うんですよ。タクティカルパーツ2個付けられるのはねもう終わってるんで。はい、ただでさえね1個だけでもさあ終わったなって思うのに、2個はもう何もう話すことがないっていうか、もうあーって感じ。はい、もう呆れました。僕はもう DP12 は強化しなくていいでしょうって。めちゃめちゃ強いのにさ、さらに強化されたらもうかわいそうですよ。ウンピーという名の不遇武器があっち強化してほしかったけどね。僕は弱い武器にねやっぱ強化が来るのはいいんだけどさ、強い武器に強化が来たらもうねやばいことになります。はい、ということでね、本サーバーの方に戻ってまいりました。お待たせってことでですね、本日使っていく DP がこんな感じ。あ、すいません、なんかこっちも散らかってますね。はい、片付けんの苦手なんだよなってことで、これですよ、最強のやつ、現在でも最強のやつ、次のシーズンはやばいやつってことで、基本ステータス垂直42の水平46、エルゴノミが60で精度17で、腰ダメ射撃が50の有効射程、30ですね。はい、で移動腰ダがプラス 10% で、こいつにですね今回はね、リップスラグ弾ですか。はい、足当て2発でどんなやつも沈んでしまう、あの最強の弾を使ってね、敵しばいていこうと思います。農場の封鎖区でね、ちょっと限定汎用キーをね、使いにまあ行こうかなって感じで、まあ、今回ねこちらの DP12 を使ってね、敵しばきながら、まあ、鍵開けつつでやっていきましょうか。いや、この武器にね強化が入るのはもう終わりですよ。もう実装された瞬間にさ、メンタルブレイクアウト終わったのにさ、さらにね、強化までしてしまうってことで、もう運営の考えていることは分かりません。僕には多分なんですけど、運営のねお子さんが考えたんじゃないかなっていう。まだねうんちも一人でできないようなさ、まあ、キッズが次何強化してほしいってね、運営が聞いたところ DP12 ってね多分元気よく答えたんでしょうね。そのせいで、このメンタルブレイクアウトっていうのは終わりを告げたわけです。はい、まあ、子供っていうのは無邪気ですからね、まあ子供のね気まぐれでこのゲームっていうのは本当にね環境が終わるんですよってことで、早速ねこちら使って、敵しばきていきましょう。レッツゴー。はい、ということでですね、早速やってきたので、まずはね、ノンリコイルで撃っていきましょう。こんな感じ。まあ右手は添えなくても良さそうだねこの感じは。はい、まあ、DP ってさほんと強いんだよね。この武器がですね、まあ、シーズン3で強化されたらもうどうなってしまうか皆さん分かりますか？分からないでしょうね。僕も分からないもんだって。さあ足打ち2発で沈んでしまう。これはひどい。こいつにさ、なんかライトとさ、もう腰打ち最強のヴァイオレットエヴァーガーデンまでつくようになるんですよ。
終わりますよね本当に。さあ6装備に変えますが、6装備であったとしても関係なし、2発でこと足りぬわ、まあ、こんな感じで、まあ、すぐに終わってしまうわけ。はい、終わりの始まりっていうのはこういうことなんですよ。ほら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 、もうおしまいおしまい。こんなん強すぎないか、これこれがさ4万円で買えるんですよ。おかしいよね。もう高級装備を着るのがさバカらしくなるよね。で来シーズンはね腰打ちも強くなってしまうんで、これはもうどうなってしまうんでしょうか。はい、今でさえね、まあ、この精度ですよ、これがレーザーついたらもう化けてしまいます。はい、終わります。まあでもね、環境を終わらせるっていうのもまあありなのかもしんない。破壊と再生だからな、結局一回破壊してでまたねシーズン4で再生させればいいんで、まあ、シーズン3はね地獄の環境が幕を開けるのかもしれません。はい、ということでですね、秒速5センチメートルでマッチングしました。対戦よろしくお願いします。いや限定汎用キーがねあと1時間半で切れてしまいますので、これちょっと動画にしようと思ってたんですが忘れてました。はい、もうすいません。もしかしたら僕が動画にしないことによって限定汎用キーのね期限が切れてしまった方がいるかもしれませんが、やっぱ人にね依存するっていうのはよくありませんからね、しっかりとね自分でまあスケジュールとかね見て、まあ、計画立てるようにしましょう。まずはここ韓国プロムーブから入っていく。さあここはどこで湧いたのかしら。ここか、嫌ですねこれね正直。いやーこれはひどい、ちょっとここで湧くのは一番やめてほしかったわ。うん、いやモーテル行きたいんだけどな。そっち側の金庫開けてもだってさあんまさ美味しくないでしょ。じゃあちょっとモーテル行きましょうか。まあ外周ムーブで、はい、ちょ怖いですけどねこっち側で湧いたやつがさいないかどうか。まあとりあえず何も考えなしに行くか。突っ込むぞ、まあ、DP12 があればねもう突っ込んでも楽勝で勝てるんで、はい、もう全然余裕ですよ。腰打ちお祈りゲーミングでさ今でも結構当たると思うわ。さあ4番さんがなんかついてきてくれている、これは非常に心強い。まあそれともまあ僕をね先行させて、まあ、様子を見ているのかもしれませんね。野良を利用している可能性があるんで気をつけましょう。怖い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 。まあまずは一旦ねあっち側から行きましょうか。はい、モーテルの方とりあえずここに行きましょう。みんなでさ、まあ、モーテルに集合しようって言っといて、でここでエナジードリンクガブ飲みタイム、今回は忘れていませんよ。さすがに毎回エナジードリンクガブ飲みタイムを忘れてたらさ、おいこんがりわざと忘れてんだろうとか言ってね、なんかわざと警察がやってくるんで、はい、怖いですね。あいつ何いたよな、あれ普通に人だよな。はい、なんかいました。いつは足めっちゃダメージ食らった、最悪。ただ人が目の前にいたので、あいつしばきたいよね。今回ねリップスラッグ弾っていうねバカタレ弾を詰めていることによって、実はですねあの有効射程10伸びていますので、実際これね40なんですよ。有効射程がえぐい、かなり強くなっています。はい、いましたね。とりあえずなんかモーテルにはもう入り込んでいますので、ここに敵がいるぞっていうのを教えていきましょうか。ちょっとすいません皆さんこっち来てくださいって頼むわ。マジでこっちにさ援軍要請したいんですけれども、いやーこれ一人で突っ込むの怖いけど行くしかないか。味方待ってたらさ相当時間かかるからねこれ。ちょっとすいません、モーテル行きましょうよ。あ4番さん来てくれそうだな。1番さんもワンチャン来るんじゃない、ピン打ってるから。ちょ3番さん結構遅そうだけどね。あー2人来てくれてんのか。じゃあ待ちますかここで。一旦こんがりさん本物って言って、本物って言っとこう、まあ、シースー的な感じでねモノホンですと言っておきましょう。はい、これでとりあえずリスナーとの絆を高めていきたい。まあ、僕ね基本的に裏でね検索してるときは動画上げないんですけど、こうやってご装備着てるときは裏でもなんでもなくて表なんで、はい、表のときは確実に動画上げますから、まあ、皆さんねその辺で判断していただけると非常に助かりますよね。ここは地下の入り口何もなしか。これ普通にさ行き止まりだったわ。これはちょっとさすがに恥ずかしすぎる。お前モーテル全然やってねえなってことが今バレましたね。はい、僕はやってないんですよこの農場封鎖。マジでさ未だにさ理解してないかなこの構造っていうのを。地下から潜入ルート全然ありだぞこれ普通に。ちょ待ってくださいよ、下から行っちゃうか、下から上マリコかましましょうか。さあじゃあちょっとこっち側からさ潜入ゲーミングしていきましょうか。怖いな、行け行け行け、とりあえず行け。4番さん先に行け、お前青いレーザーでもう丸見えだぞ。いや怖いなこれマジで怖いけど、怖がってたら何も始まんないんで、とりあえずここスニーキングかましていきましょうか。さあこっからね入っていきたいんですが、
敵はどこにいるんでしょうか。全く足音が聞こえない。ちょっとマジでさ、喋りながらねこれモーテルやってるとさ、しばかれる可能性 120%。 怖すぎる。大丈夫か、いないか。さ、潜入していく。いるわな、そりゃさすがに。あっば、なんか知んないけどここにさ死体落ちてる。はい、ファルーがうまい、ファルーがうまいとか言ってる場合じゃない。怖い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 、びっくりした。大丈夫か、ちょっとこれファルもらっちゃいましょうか。いい、うますぎ案件。まずはファルをざっくりとしばいていく。ちょっと待ってください、一旦リグの中身を確認させてください。はい、まずはちょっとここでさ、しっかりとこのね、ファルニキをしばいてあげて、で弾をですね取り除いておきましょう。これは VPZ 弾でぶち込んでおきましょうか。いや、どうしよっかな、これ上いそうじゃないか、これ。ちょっと待って、あ、ボム持ってきてねえや、最悪。ちょ、マジかよ。これとりあえずこっちクリアリングしに行きましょうか。怖い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 。さあ、どこにいらっしゃるのか、敵は。もういたら芝生からな、本当に。さあ、トイレにはいませんか。怖いね、この辺で芋ってんじゃないの、どうせ。芋ってる臭いわ、なんか怖いわ普通に。大丈夫か、ここ開いてないんか。開けます。さあ、鍵開けます。これでガッチャリしてあげて、でここでしっかりとこれ閉じておきましょうか。学びですよね、閉じるっていうのは。さあ、敵見つけたらしい、俺は知らねえ。全紙金庫を開けていく。さあ、ここでライオンキングが出るか。出ませんでした。まあそんな甘い話はありませんよね。さあ、しかし金庫セカンドシーズン入れてあげましょう。さあ、このセカンドシーズンで何が出てくるのか。何も出ない。ちょ、待って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 、下いるんじゃないのこれ。がっつり足音聞こえてるぞ。ちょ、いる可能性あるな、気をつけよう。コンはそっちの下か。ちょ、待って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 、一番さん大丈夫か。俺絶対リスナー見捨てないからね。確実に君と共に1キル下。痛い痛い痛い、ベベベベベ、あっぶね。ちょ、待ってくれ、とりあえずここは一旦手術巻き巻きタイム。さあ、ここで鎮痛剤パクパクタイム。これでねフル回復したんで、がっつりやってこっかな。うん、しばけるんじゃないの普通に。大丈夫か、いない、消えた、敵どっか消えたんだが。はあ、どこ行った、怖っ。そっちか。お、待て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 、どこ行きやがった敵、怖いんだけど。普通にどっか消えやがった。え、誰にやられたの君は、一体全体。ちょ、よくわかりませんね。はい、なんかリップ弾ゲット、セカンドシーズン。まあ、これはしばいておいてもいいか、とりあえずな。さあ、あ、ザムザム弾も入ってるわ。二刀流か、ちょっとよくわかんないけれども、まあ、とりあえずね、漁っておきましょう。はい、なんかいいの出てくんねえかな、なんもないか、これ。うわー、失敗は。いなくなったんだけど、普通に敵が。消えた、どこ行ったのマジで。こん中とかいない、なんか怖いんだけど。はははは、は、大丈夫か、それは普通にスカブだね。いないよな、あーあああ、大丈夫か大丈夫か大丈夫か。なんかいるか、やっぱり。オッケーオッケーオッケー、それしばくわ絶対。ちょ、待って待って待って待て、どこにいる、いるんか。やるわ、俺やります。さあ、4番2機どこ、上か。さあ、上ですね、ナイスグレネード。さあ、そして、さらにはなんかよくわかんない、スタン。どこ消えた、どこ消えた、いるよなこっち。怖い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 けど行くしかない。は、あー、大丈夫か大丈夫か大丈夫か。待て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 、4番さんやってますね、はんや。おい、マジかよ。ちょっと、俺の出番何もないじゃん。味方が芝いてしまいましたので、僕のですね、取れ高がゼロになってしまったんですよ。ゼロー、俺たちのメンタルブレイクアウト、ついに幕を閉じるってことで。はい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 。アップな。スカブじゃなかったら死んでた可能性 150%。いっつん、は？ビビらせんなよ、マジで。ふざけんな。君は誰？お前誰だ？え、なんか強そうじゃないこいつ。え、マジで誰？え、なんか死んだけど、しばいたんだけど。は？人じゃない？ M24 持ってるぞ、こいつ。君は誰？よくわかんないやつしばけた。やったぜ。なんかよくわかんないやつしばきました。これ誰なんでしょうか？え、普通にスカブなの？いかつ。こんなスカブいるんだ。知らんかった。相当美味しい。ということでですね、まあもうあとは人いないので帰りましょうか。まあこんな日があってもいいかな、たまには。ね、もう積極的にさ、まあ、しばきに行ったんですけど、
まあ結局ね、人がいなくなってしまったってことで、まあ味方が強かったかな、今回は。まあこんな感じでね、あの DP 持ってる野良の人とね、まあ DP パを組めると、もう勝利確定する。もうマジで。全員死んでないでしょ。そういうことなのよ。マジで強すぎるのよ、この DP が。で、これがさ、シーズン3で強化されるって考えたらさ、もう恐ろしいでしょ。なんか来てるかと思ったら、まあ普通にスカブでしたわ。なんだよ。まあでもこんな感じでしばけますんで、これまずい。農場封鎖および軍港封鎖終わります。はい、ということでですね、無事完璧なレイドを行いました。対戦ありがとうございました。いやー、まあ今回ね、1枚もしばけなかったのが残念なんですが、まあ味方がですね DP でしばいてくれたんで、まあそういうことなんです、結局。はい、 DP 無双ってことでね、皆さん、まあ DP パを組むのは本当にやめてください。ということで本日の最終結果こっちね、20万円ってことで、もうね、この武器はね、本当におかしい。強すぎる。もう農場の封鎖と軍港の封鎖で暴れ散らかすこと間違いなし、シーズン3、始まった瞬間に終わりを告げます。皆さん、タイムリミットまで、あと少し、今のうちにね、楽しんでおいてください。以上、こんがりでした。じゃな、じじー。